さられた公衆電話のように君は自分の必要価値を見失いがちになる。必要とされない時代だな。でもやっぱそんなこともないんだよな。時々君も同じで誰かに必要とされる。これから泣くのは本気だい。僕は君がいつだって必要なんだ。だからここにいてよ。一人きりの時間が増えたとしても寂しそうな君だけを迎えに行くから、雨に降られても雪が君を添えたとしても、この街の君も仲間外れにしても、春をまた新しい秋風が響いている。今さら戻ってこない過去に何を恐れるの。公衆電話通訳ありがとう。 Thank you。 2分だけ。